はい、ファイティアブチャンネル、ママです。今日はゆらぎアウトドアさんに来ています。まあ、私の目的としてはバリスの枕取りに来ただけなんですけど、ちょっとヤバいテント見つけちゃいましたね。ヤバいテントありましたね。そう、もうちょっと、ね、見させてもらおうか。というか貼ってもらったから、ちょっとテントの説明入れつつヤバいテントを紹介する動画になります。最近ね、ヒルバーグがね、あ、パパさんがね、ヒルバーグ欲しいなって思って探してたら、もう値段がヤバいよな、高すぎて、そこになんとヒルバーグそっくりなんて。生地一緒なんですよね、確か。生地一緒やって、ほぼ一緒やから。でも値段としてはちょっと半額に近いぐらいの。そうそう、貼ってくれたからちょっと紹介していきたいと思います。紹介していこうか。ちょっととりあえずあれ借りてくるわ。はい、じゃあ幹事さん、説明してもらっていいでしょうか、はい、テント、こちらヨトプロという中国のフリースピリッツっていうブランドのテントです。はい、シルナイロンを使った、シルナイロンというとポリエステルの生地にシリコンを染み込ませた、加水分解しにくい、何年も持つような質のテント。おで、ブラックラベル、ブルーラベル、レッドラベルっていうテントの中でもグレードがあって、でこれは一番グレードの高いレッドラベル。というと、まあ、例えば山とか雪とかちょっと過酷な環境下も想定されたレベルの。すごい。でこのヨトプロのブラウンは確かこの新色として出てる。ブラウン、うん、これブラウンなんですよ。あ、そうなんですね。はい、ちょっと緑がかってたり、インナーがオレンジだったりして、いろいろ見え方があるんですけど、まあオマージュしてる感はありますよ、ね。でも価格が約半分くらいなので、でも質は良かったです。なかなか買って後悔しないで、いいテント。でも売れてもらったら困るんで。うちが買うかもしれないですよね。はい、売れ残ったら自分のにしたいですけど、どうなるか分かりません。でもすごい、めっちゃ質感がほんまにヒルバーグに似てる。そうですね。で中がオレンジやから、めっちゃ夜ライト照らした時にめっちゃ綺麗なんちゃうかな。やってないね。えヒルバーグ欲しいけど価格的にはちょっとっていう人にはかなりおすすめじゃない、このテントは。ワンタープ上に張りたくなっちゃいますね、今のこの時代。この時代。この時代は。全室なくてもやっぱタープがあれば。そう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 。ね、問題なし。腰がいい感じ。なんか二人、一応二人で寝る感じやねんけど、全然二人と子供も一緒に寝れそうな広さ。確かに。うん、さっき見たらめっちゃ広いですよ。ちょっと売り物なんで入るとかちょっと怖くてできないんですけども、まあ広いですよ。広いよな。ピーンと寝れるし、一人で寝たらもうすごい贅沢感がある。ちょっとね、ソロキャンプに適したテントを持てなくて。確かに。ジベタリアン、チベタリアンとなるとちょっとマックワンが合わせにくいねんな。ちょっと難しい、レイアウト的に。これやったらマックワンの下にスポッて入るからさ。そうやな、絶
対便利やと思う。これだけでもキャンプできるし、いいと思うんですよね。私は無理やけど、私狭いの無理。これがこのサイズ感ですね。うん、ちっちゃ、ちっちゃい。ってことは ULU もワンチャンいける。ほんまや、バックパックでこれだけバックでガーって持って山登ってって立派なテントで寝れると。めっちゃ忙しい。中のお客さん気にしない。大繁盛やから。ここをね、こう開けるでしょ。この開けるのもめっちゃ滑らかで、ここがパチッと止めれるようになってるから、チャック閉める時とかこうバッて、なんていうの、張りすぎてビーって勝手に開いたりを防ぐためにもなりますよね。はい、ほんまにオレンジ、めっちゃオレンジ。開けていきます。はい、どうですか、このロゴめっちゃ可愛くない？なんて書いてんすかそれ。自由さん、え、山魂、自由。自由やんな、ここ、うん、で山っぽいんやけど、ザ・フリースピリッツって書いてるもんな。うん、めっちゃいいやん、これが山の中やったら。でこれがほんまのキャンプやん。そう。おテントとおシェルコンのみで、ここに全部入れてね、こんだけ形になった。はい、これもいいよな、うん、これさ、この台もさ、キミキャンプなんや。あ、そうな。そう、キミキャンプさんがこれとこれでよだけでテーブルにもなるし、うわ、いかつで、シェルコン、シェルコン、シェルコンの足にもなり、そう、ここにピタッとつくように磁石がついてるから、このローテーブルでも使える。ちょっと高さ欲しいときは足に C の天板大きいので、はい、すごいよね。いいですねこれ。あ、でさっきあの椅子もキミキャンプさん、めっちゃ座り心地いい。あのカーリットチェアよりもちょっとだけ大きく作ってるみたいで、めっちゃこうスポッと座れる、ゆったり座れるし、このめっちゃいい質感に見えねんけど、なんやったらオークやったっけ、オールダット塗装風に塗装してるから、お値段なんと1万円台です。安かったですね、はい、安いと言うべきなんだ。なんかちょっと椅子に対して金銭価格がわからないようになってる。1万6千円ぐらいって安く感じるけど、でも何千円とかでも買えるのね、普通に椅子って。そうやな、こだわらへんかったな。うん、確かに。でもこういう感じの椅子で1万円台っていうのは、安いと取るのか高いか、ね、あなた次第です。そういうことですよね。そういうこと。なんかもうね、このこっちの天板の方のお値段も気になるけど、きっとお安いんだと思います。いやでも座り心地はめっちゃいい。ということでちょっと話それましたけども、テントどうですか、ババさん。私欲しいです。欲しいですよね。欲しいな、久々にテント欲しいと思ったわ。ほんまに多分オリソン以来じゃない。ちょっとずつちょっとずつなんか UL キャンパー寄りになってて、ちょっとずつなんか趣味がやっぱ変わっていくな、好みが。そういうことで、あのすいません、キャンプブーム終わってないです。あんだけなんか丸みのドーム型のテントに惹かれてたの、
次はもうトンネル系戻ったね、かまぼこ系に。ほんまややっぱ巡るんやわ巡るんやわDOD 集め出そうかななんやったらウサギちょっと吸ってもらおうかウサギ吸ってもらう、うん、あ、これこっちのね DOD です、言うてウサギ吸ってもらいましょうそれめっちゃいいな実はこれ DOD なんですわかまぼこミニですかまぼこスーパーミニテントですめっちゃ高級テントやんかいやおもろいよねそれいいなということでこちらのテントちょっとキープかなキープちょっとキープしましょうはいということで今日はただかっこいいテントを紹介するというたまたま見つけちゃったかなそんな動画になりましたほんまはねあの購入してねレビュー動画として紹介したかったんですけどちょっとまだわからないちょっとね迷いましょう今いろんなテント出てるんでねその選択肢の一つがちょっとこちら増えたということはい皆さんのテント選びの参考になれば嬉しいですチャンネル登録グッドボタン忘れずによろしくお願いしますはいじゃあ枕買って帰りますバイティアチャンネルママでしたバイバイ disguise as strange